皆さんこんにちは、コカキコです。今日はこの破けてしまったお布団カバーを使ってマットラグを作っていきたいと思います。こちら子供のお布団カバー、シングルサイズの布団カバーがちょっともう使い古しすぎて破けてしまったので、このカバー一つと、あとジュートコード、日本でいう、日本語でもジュートっていうんですかね、インドアサの紐を使ってラグを作っていきたいと思います。本当はもうちょっと太い紐が欲しかったんですけど、それがちょっと見つけられなかったので、今回はこれを2本取りにして使っていこうかなと思っています。ここでお布団カバーヤーンの作り方の説明をしたいと思います。実際のお布団カバーを使って説明するとちょっと大きすぎるので、ミニチュアお布団カバーを紙で作ってみました。このように二重になっています。まあ、本来お布団カバーだったら上は閉まってるんですけど、まあそこら辺は多めに見てください。はい、お布団カバーヤーンなんですけど、作り方は T シャツで作る T シャツヤーンと同じような感じになります。幅はお好きな幅でいいんですけど、私は今回 2,3 センチを考えています。 2,3 センチの幅でこう切っていくんですけれども、その時全部切り落としていってしまうと、こうリング状の短いヤーンがいっぱいできてしまうので、長いヤーンを作るためには、端っこをわざと切らないで残しておきます。5センチぐらい残しておこうかなと思うんですけど、別にこれは左端じゃなくて右端でもどちらでも構いません。で、切らない5センチを残しておいて、ジョキ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 と 2,3 センチずつの幅で切っていこうと思います。でこれを切るとき、もちろん綺麗にやりたいなという方は綺麗に線を引いてやっていただいたらすごいいいのができるかなと思うんですけれども、布なので多少引っ張ったりなんかで、私みたいな適当な人がやっちゃうとどんどん適当になるんですけど、まあ大体でもいいんじゃないかなと思います。ただこうお布団カバーだと T シャツヤーンよりはずっと長いので、切るときにもし家に1メートル物差しとかあったら、それを置きながら切っていくとまっすぐ切りやすいんじゃないかなと思います。はい、2枚重ねた状態で端っこ少し5センチぐらい残して切ったことにとしましょうそしたら今度、この2枚重なってるところを広げます。そうすると、5センチずつ残してたところが重なってたので、結局10センチずつぐらいこうつながっている状態になります。そしたら今度それを斜めに切っていきます。こういう感じ。一番下のところは2段目にと、切れてない。こんな感じで今度斜めに切っていくと、このお布団カバンヤーンがどんどんシュルルルルルっと長い一本の毛糸のようになってくれるはずです。お布団カバンヤーン切り終わりました。やっぱりお布団カバーは大きいので、思ったより切る作業かなり大変でした。そして1メートル物差し置いたら切りやすいかななんて思いながら、結局適当にバーッと切ったので、最後なんか全然 2,3 センチじゃなくて5センチぐらいあります。まあまあなんとかなるでしょう。では編んでいこうかなと思います。はい、では編んでいこうと思います。今回私が作ろうとしている模様は、基本的な編み方は細編み1鎖1細編み1鎖1とずっとそのパターンで編んでいこうかなと思っています。そして段の丸を編んでいくんですけれども、段のつなぎ目は引き抜き編み立ち上がりの鎖1はせず、ぐる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 っと編んでいこうと思っています。なのでステッチマーカーはあった方がいいと思います。
そして、円を作っていくので、普通に細編みとか細編みで円を作っていく時のように、最初は、細編み鎖のペアを6でスタートして、2段目は全ての目、目を増やし目をして、細編みと鎖のペアを12にして、次はまた6目増やして18にして、というふうにやっていこうと思っています。ではお布団カバンヤーンでまず作り目を作ります。そしたら、ロープを持ってきます。私の場合はこの2本取りでいきたいと思います。そしたら作り目の後ろにロープを持ってきて、ロープを挟む感じ、巻き込む感じで鎖編みを1目編みます。で、これを今回なんちゃって細編み1と数えたいと思います。そしてロープのこの右端はなるべくない方がいいので、ヤーンを右側にギュギュギュッと移動させます。そして鎖を1、よいしょ。そしたら次からは細編み鎖細編み鎖と5目編んでいきます。ロープを巻き込みながら、まず細編み、次鎖、細編み、鎖、この糸端は後で丸めた時、ちょっとロープが見えちゃってるなとかなった時に隠せるようにあえて巻き込まずに編んでいます。何目編んだっけ、 1,2,3そしたらこの最初のなんちゃって細編みを合わせて細編み6目分 1,2,3,4,5,6 と編めたので輪っかにしたいと思います。ギュッと、この時針を刺す場所は一番初めのなんちゃって細編みと2番目の本当細編みの間のこの鎖の下になります。細編みと細編みの間ですね。ここに針を刺して、で、細編みを編みます。あ、ロープを挟むのを忘れないでください。ロープも挟みつつ、細編みです。よいしょ。そしたら輪っかがつながりました。といってもまだ、こう、穴ぼこも開いてて、綺麗な形とは言い難いので、そしたらここでロープのみを引っ張ります。そうすると輪っかが縮んでくれるはずです。ギュッ、ちょっとロープ端が出すぎてましたね。もうちょっと引っ張ろう。ギュッ、このぐらいでいいかな。こんな感じでいいかと思います。これが2段目の最初の目になるので、ここにステッチマーカーを入れておきたいと思います。そしたら次からは、1つの目につき細編みを2回、細編み鎖編みのペアを2つ入れていきます。今鎖1目編んで、また同じ目に細編みを入れて、そしたら次の目も、次の目ここですね。ちょっと目が緩かったらロープを引っ張ってください。よいしょ。
次の目にもこの細編みと細編みの間のところですね、ここに細編み、鎖、細編み、鎖と編んでいってください。2段目編み終わりました。このヤーンとヤーンの間にロープがいっぱい見えすぎてるなと思ったら、ロープをピッピッと引っ張ってあげたら目がもうちょっと詰まって引き締まった感じになるかと思います。では2段目編めたのでステッチマーカーを溶かして3段目いきたいと思います。3段目は、増やし目普通、増やし目普通、普通ってなんだって感じですけど、でいきたいと思います。普通、あれどことどこだ、まずここの目と目の間のところは増やし目をしたいと思います。ここの目に細編み、鎖、同じ目にもう一回細編み、鎖と編んだら、あ、ステッチマーカーつけるのを忘れました。ステッチマーカーを忘れずに、よいしょ。そしたら次の目は鎖下から、次の目はよいしょ、細編み、鎖、1回のみ。そしたら次の目は増やし目と順番こにやっていきたいと思います。3段目編み終わりました。この調子で1段につき、6目っていうんですかね、細編みは6目分増やして編んでいきたいと思います。で、丸と先ほど申し上げたんですけど、ちょっと気分が変わったので今回は六角形を作りたいと思います。なので増やし目を毎回同じところでしていきたいと思います。なので例えば次の4段目は3段目と同じように最初の1目のところは増やし目、細編み1、鎖1、同じ目にまた細編み1、針か、細編み1、鎖1、押して、で次の2目はワンペアずつっていうんですかね、針を入れたら、よいしょ、細編み1、鎖1をしたら次の目、細編み1、鎖1、そしてまた次は増やし目という順番でやっていこうと思います。4段目編み終わりました。この調子で1段につき6目ずつというか6ペアずつというか、細編みと鎖編みのペアをこうこの角で増やし目をしつつ、このロープとお布団カバンヤーンが続く限り六角形を大きくしていきたいと思います。はい、途中経過です。猫が近すぎてちょっと親近感じゃなくてなんだ、あ、遠近感遠近感がちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、今このラグの大きさは邪魔だ、だいたい長いところで50センチぐらいになっています。で、今残っているロープが重さを測ったらまだ半分ちょっと残っていて、シーツの方も最初に重さを測っておけばどれぐらい使ったか分かりやすかったなと思うんですけど、半分以上シーツの方、シーツじゃないですね、
掛け布団カバーの方は使ったかなと思います。けどさすがに材料が2つだからですかね。実は私クイーンサイズのベッド、掛け布団カバーでこういうラグを編んだことあるんですけど、その時はその掛け布団カバーだけで編んだので、このぐらいの大きさになる頃にはもう結構糸がなくなってたんですけど、今回間にロープを仕込ませているのでまだまだヤーンが余っているので、この縁ラグといっても私の場合はもちろん対象はこのうちの可愛い子ちゃんなので、この子のベッドになるように今度は増し目をやめて縁を編んでいこうかと思います。はい、いらなくなったというか使い古したベッドカバーで作るカゴ出来上がりました。なんかマットを作る予定だったんですけどカゴになったなってしまいました。底の部分はだいたい直径50センチぐらいで、上の丸はどんどん紐を引っ張りながら作ったら思ったよりちっちゃくなってしまって直径35センチぐらいです。高さは16センチぐらいですかねになります。思ったよりしっかりしているので、これはうまくいったら私の念願のキャットケーブ、こうドーム状のものが作れたりもするのかなと思いました。 なので今度はもっと布をいっぱい用意して、紐ももうちょっと太いのを探せたら探してキャットケーブ作りも実現にまた一歩近づいた気がします。ただ今のところ問題が一つあって、このロープ10度コードが 100% ナチュラルって書いてあったんですけど、ちょっとオイル臭いっていうんですかね、あんまいい匂いがしなくって、なんか匂いが気になるなとか思いながら編んでたら、案の定いつもこういうのを編んでたらうちの猫は近寄ってくるんですけど、彼もあんまり好きじゃないみたいで、あんまり近づいてくれません。なので天日干しにしようかなと思ってるんですけど、今日は雨なのでできなくって、でキャットニップという名の賄賂を渡そうかなと思ったんですけど、今キャットニップ切らしてて、おまけにセルフロックダウン中っていうんですかね、コロナウイルスの関係で不必要な外出は控えましょうの最中なので、もうちょっとこれはそのままにしておきたいと思います。来てくれるかな、ちょっと猫呼んでみたいと思います。あ、来てくれました。入ってくれるか。おー、はい。以上が私のいらなくなったベッドカバーでカゴを作ろうの動画でした。もしよろしければ、ちょっとこっち向いて、あ、動いちゃった。ゴロゴロは言ってくれてますね。はい、もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。